シャリバス株式会社は、北海道シャリ郡シャリ町に本社を置き、バス事業などを営む企業である。知床シャリ駅隣接のシャリバスターミナルを中心に、知床国立公園や網走市への路線バス、メマン別空港への空港連絡バス、札幌市への高速バスや、貸切バスの運行などを行う。シャリでのバス事業は、戦前の1928年に、 北製自動車合資会社が、シャリサツツルを運行したのが最初であるが、翌1929年の網走本線開通や、悪路のために採算が取れず、1930年には、運行が中止された。1948年11月18日に、資本金300万円で設立された、黒田製菓株式会社は、様々な事業を行ったが、 中でも普及してきたバス事業の将来性に目をつけ、1950年5月17日に、称号をシャリバス株式会社に変更。5月25日に、路線バス事業の免許を受けて、6月17日より、シャリチップ止まり間のチップ止まり線で、バス事業を開始。2台のバスと6名の従業員で、22.5km の距離を1日3往復した。 1954年には、シャリチップ止まり間の植民軌道が廃止されている。当時の道路環境は極めてひどいものであり、春や秋は、泥道走行に備えて、ショベルを携えて運行。冬は、バスの運行には、不十分な最低限の除雪しか行われなかったため、30分ほどの、吹雪で運行を断念せざるを得ない状況にあった。合わせて、 人口規薄なことから収入は伸びず給与支配が発生するなどバス事業を行うには厳しい環境であった安定的な運行を行うべく除雪を行うよう要望を行ったものの当時はまだ馬車が主流でありバスに対する将来性の意見はあるものの理解は薄くバスは交通の邪魔になる農産物輸送のための除雪はするがバスが通ると 馬が避けなければならず不便であり、バスのための除雪はするべきではないと言われる始末であった。仕方なく社長が自前でブルドーザーを用意して除雪を行った。チップ止まり旋回通後は1951年に上斜里線、富士線、越川線の生活路線が開設された。1953年には美保ロ峠が君の名はの撮影地となったほか、 1954年には昭和天皇皇順皇后が阿寒湖訪問。これを発端とした一大道東観光ブームが起き、道路も整備され観光客が飛躍的に増加した。1955年に貸切バス事業を開始。路線もは1956年に江南線、1958年にチップ止まり線を ウトロまで延伸ししれとこ線、1959年に、ネキタ峠を越えた市別町までの市別線、1960年に、小清水線、三井線が開設され、創業10年後には、バス21台、従業員58名にまで成長した。1960年に公開された、地の果てに生きる者に便乗した、しれとこ観光プロモーションなどにより、乗客が増え、 これに対応するため1965年に、斜里駅西側の旧国鉄用地にバスターミナルを開設し、知床観光玄関口としてのイメージを一新させた。1971年に、加藤時子の知床旅情がレコード化されると一大知床観光ブームが起き、知床線はピーク時には1便あたり10台で運行しても満員となる盛況を見せた。 整備工場敷地に立つローソンシャリアサヒ町店、昭和40年代に入ると過疎化やモータリーゼーション化の進行により利用者数は減少に転じた。知床観光ブームで一時的に増加したものの、レンタカー観光や団体旅行への転換により、路線バスは厳しさを増し、1973年以降は、不採算路線の減便、休廃止や、 ワンマン運転化などの合理化を進めるに至った。定期観光バス、周遊バスの強化や、空港知床直行便、裏、真周線を開設し、知床観光の観光ルートの開拓を図っている。収入減少を最小限に止めようと付帯事業の強化が図られ、整備工場の土地の一部をローソンに賃貸、ウトロターミナルを観光協会に賃貸、保険代理店業、 日本レンタカーシャリ営業所の窓口、東急百貨店とのタイアップで、オリジナルグッズを販売するなど、新たな増収対策を行っている。自然を大切に2007年8月に完了した本社、シャリバスターミナル建て替え時には、太陽光発電を導入したほか、太陽光、風力を利用し街路灯に給電するための、ハイブリッドタワー、エコモが、 シャリバス及び北海道東急会によって設置された。環境に配慮して、ハイブリッドバスなど抵抗会社を導入しており、今後も積極的に導入する予定となっている。全車両の後部に、自然を大切にと書かれている。1964年には、東京急行電鉄が資本を投下、北海道内5番目の東急グループバス事業者として、スタート。 阿波シリ市長管内では他に北見バス、阿波シリ交通、北門バスも東急参加となった。東急は2009年、中期経営計画に基づいて子会社の売却を決定。シャリバスもこれに含まれ東急グループから離れた。株式は投資ファンドの管理運営を行う j イオイルパートナーズ関連会社に譲渡されたが、2010年に、 地元資本に買い戻されていることが明らかになっている。停留所一例すべて北海道に所在。2019年4月1日現在シャリ、シャリバスターミナル、ビホロ町内走行中を新古新の滝前を通過北海道中央バスが2006年9月1日から高速シレト歩号の試験運行を行い、シャリバスではシャリ地区の予約業務などを行った。 2007年4月20日より、イーグルライナーとして定期化されシャリバスが運行に参入。北海道中央バスは、始発地を2014年5月6日に出発する便を持って運行を終了し、以降は札幌地区の予約業務などを行う。2016年度の利用者数は1728人。サロマ町、若狭停車発便シャリバス参入時に、 ウトロ温泉地区ホテル、清里町新坂へ、小清水町、東もことの各停留場新設。同年12月1日より経路国道39号経由から旭川紋別自動車道経由に変更。2009年10月1日には、サロマ町からの要望により、サロマ町、若狭停留場新設した。この他ウトロ業のウトロ地区、 札幌行の札幌市内には校舎専用停留所が設置される。中高便は東モコと停留所と道の駅白滝にて休憩時間を設ける。だ路線と組み合わせた割引乗車券が設定されており、高速苫小牧号、商船三井フェリー、水戸号を組み合わせた東京、札幌連絡切符、パシフィックストーリート。 セットで購入すると、ウトロ地区での乗降に限り運賃が割引となる。このほかウトロ定期観光バス、または、スターライト、クシロ号、アカンバスクシロラ線、ラウスウトロ線とを組み合わせた、ぐるっと道等バスセット券、新千歳空港連絡バスとを組み合わせた、セット券が設定される。ウトロ温泉発車利業始発便は、 温泉街高台の保育所前始発で運行する。当期は、知床自然センター園が運休となり、ウトロ温泉知床自然センター間は2011年度より、流氷観光期のみ運行される。ラウス系統は6月中旬から10月中旬まで運行。1950年6月17日より、チップ止まり線として、現在の日の出までの運行を開始。 1958年12月17日に、ウトロまで延長し知床線となり、1963年5月8日より、岩尾別温泉系統、1966年5月23日より、知床五個系統が開設された。2010年夏季より、岩尾別温泉系統が休止されている。ラウス系統は、シャリバス運行便の一部は、 シャリやメマンベツ空港発着で運行されていたが、2012年、現在は、ウトロン線発着で運行され、時刻表上の案内は、ラウス線となっている。シレトコエクスプレスとして、国道334号経由で単独運行を行っていたが、国道244号、アバシリ、国道39号経由への変更を経て、2008年4月28日より、 同区間で競合していた、網走バス、オホーツク知床線と共同運行化された。単独運行時は、知床線の延長扱いで、車両ウトロ温泉間は、各停留所に停車していたほか、時期によって、ラウスや知床五湖などに発着していた。メマン別空港午後発とウトロ温泉午前発は、ウトロ温泉主要ホテルを、 カダイヤの知床観光船運航時間帯は、知床観光船のリバを経由する。ウトロ地区内総合間を除き区間乗車も可能だが、回数乗車券と定期乗車券は運航会社に関わらず使用できない。2010年度冬季以降、 流氷観光期と6月中旬から10月中旬までの季節運行に変更された。シャリ・アバシリ間の路線は、アバシリバスシャリ線が、国、北海道などから女性を受けて運行していたが、2018年に、成国、北海道からの女性が見込めない状況となった。沿線自治体等で、協議の結果同年6月1日付で廃止することが決まり、これを受けて、 アバシリバス廃止と同日にシャリバスが、シャリ町単独補助により運行を開始した。運賃は、シャリバス基準に改定。停留所は、シャリ町内は、アバシリバスを踏襲し、町内相互間の利用も可能。腰水町内は、無停車。アバシリ市内は3カ所のみ停車で、市内相互間の利用はできない。シャリグルの愛称がある。 2016年8月1日より2017年3月31日までの実証実験を経て運行。イーグルライナーへ当日乗り継ぐ、際の巡回バス運賃無料化、専用回数乗車券発売などを行っている。シャリにて、下記定期観光バスは、シャリウトロ間で継承時間とバスガイドによる案内、お土産を付け一般路線と区別したコースや、 ウトロ地区の徒歩散策中心で、ネイチャーガイドによる解説をつけた、コース、夜間の動物観賞コースなどが設定される。各コース予約制となる。同じく下記に、アカンバスと共同で、アカン、シレトコ号川湯温泉駅マシュー湖、第一展望台マ摩周駅倉庫台アカン湖畔の運行を行っていたが、シャリバスの撤退、経路変更を経て廃止されている。 流氷観光機となる冬季は、1988年2月1日より、ばしりバスと共同で、おほうつく流氷ロードバスオーロラ号の運行を開始。現在は、道東地区の格冬季周遊バスが、東北海道エクスプレスバスとして取り扱われ、一部コースを担当する。貸切バス事業は、北見、釧路、帯広、札幌の、 各運輸支局管内発着が認められており、同等地区事業者10社で組織する東、北海道貸切バス事業共同組合に加盟する。1955年7月1日の貸切バス営業開始時は、シャリ郡、アバシリ郡、アバシリ市が事業区域で、1968年に、釧路市長管内、1981年に、 根室市長管内と十勝市長管内へ拡大した。観光貸し切りは、同等の空港を利用する団体向けを主体としていたが、やはり、千歳空港の需要が大きく、1989年より、夏季限定で、千歳市に窓口を設けて、営業を行った。その後、新千歳空港の開港などで、旅行客の増大が見込まれることなどから、北広島市に営業所を設置。 1993年4月26日に免許を受け、札幌地区での通年営業が開始された。スクールバスの運行を受託する。斜里町のスクールバスは、沿線住民の一般利用も可能だが、乗車場所、利用方向に関わらず、事前に斜里バスターミナルで乗車券の購入が必要となる。1998年に、環境庁、 北海道が中心となり、知床国立公園知床五湖地区自動車適正化対策連絡協議会を設立。知床五湖方面へ至る道路の渋滞、違法駐車解消を目的として、下記繁忙期に自家用車を規制して、シャトルバスを運行することになり、このエリアを営業基盤とするシャリバスに運行を依頼した。ウトロン線または知床自然センターに、 自家用車を止めてバスに乗り換えるパークライド方式で再販房機は20分間隔で運行される。2015年には知床の世界遺産登録10周年を記念し屋根のない2階建て車両を使用したスカイバス知床の運行を受託。7月10日から31日までの期間に運行された。 路線バス車両は2017年3月31日現在で12台、保有。一般路線車は、ワンステップバス、標準床、ハイデッカーが混在し、ハイブリッドなど抵抗会社は、緑色系で統一される。バスセンターカラーの、バスセンター文字部分を塗りつぶした車両や、文字を、とこに置き換えた車両も存在した。都市間車は、 ピンク色系のエアロクイーンで揃えられており、立川バスなどから中古車も導入される。貸し切り車は、車両は2011年9月現在で23台、保有。路線車同様の2色の知床デザインがあるが、かつては赤色系も存在した。この他バスセンターカラー、サンプルカラーのハイブリッド車両がある。ありがとうございます。